ラグビーのリーグワン一部、静岡ブルーレブズは22日、岩田・大久保グラウンドで全体練習を開始。2期目を迎える藤井雄一郎監督、55、は、優勝を目指して、体づくりや細かいスキルから徐々にやっていく、と話した。新外国人選手は4人で、注目はプロップとフッカーを兼ねる18歳のシアレマヒナだ。豪州生まれだが、母は和歌山県出身。 7年上の兄、クイントンは同じリーグ1の神戸、5年上のネスタは花園でプレーしており、日本に縁があるのだ。昨年まで来日したことはなかったが、綺麗な国だね、と気に入っている。兄や母からは、自分のベストを尽くせ、と激励されており、運動量が強み。出番が来たらインパクトを与えたい、と意気込んだ。新シーズンは12月21日に開幕。 カンファレンスも発表され、レブズは神戸と同じ組になった。激しい戦いになると、シアレは兄とのピッチ上げで。